ちは、キシリトールです。今日はそうですね、土曜日で久々の通勤路以外の収録になります。今日はですね、この車のアルトターボ RSまあ、一番の特徴といいますか、HS ですね、オートギアシフトについて、ちょっといろいろ思ってるようなことを話してみようかなと思います。もともとそうですね、HS もプログラムバージョンが、私が買ったときは、おそらく2か3だったときだと思うんですけど、出てすぐ、すごいひどい状態というふうなこと、ネットで見て、試乗はちょうどその時してみたんですけど、やっぱりすごいガクガクになるなみたいな感じで思ってたんですが、そうですね、納車された時、一応その時の最新バージョンということで一応聞いてみたら、バージョン1か2か3かどっちかだったんですけど、多少はマシになってた感じなんですけど、今それから、最新のやつですね、バージョン確か4が、リプロされてるはずなんです。この車は、そうですね、確かにものすごく初期に比べると、変速ショックは減ってるんですが、やっぱり、D もで走ってると、アクセル抜いて変速したい時にはサクッというかですね、やっぱ一呼吸入っちゃう感じで変速になりますね。とマニュアルモードの時もそうですね、やっぱりパドルの方が反応は早いんですが、ギアはガチャンって感じで入るんで、パドルシフトを操作するとスコッて入る感じではないですよね。まあこの辺はワークスの AGS で場合何でしたっけ、モーターが変わってるらしくて速い変速ができてるっていうことらしいんですけど、ちょっと乗ったことないんで、まあまた比べてみたいですよね。果たして試乗車があるかなんですが、ちなみにそうですね、そのワークスの試乗もしてみたいと思ってたんですけど、近所にあるディーラーはマニュアルしか置いてなくて、まあ、私自身免許はマニュアルなんですけど、免許取って以来全くマニュアル車に乗ったことがないので、かつそのうちの嫁さんが、オートマ限定なんで、まあマニュアルは買うことないからいいかって言わなかったんですけど、やっぱちょっと気になる存在ではありますね。はい、あとはそうですね、乗ってて感じるのが、まあ、マニュアルモードとドライブモードの使い分けですよね。まあ、原則私はこういう道、まあ、平坦な道では、まあ、普通、通常ドライブモードでアイドリングストップも効かせて普通に乗ってる感じで、ちょっと山道に行くと、逆ですね、ドライブモードで乗っててマニュアルモードに、切り替える感じなんですが、そうですよね、どうしてもその、右折とかするときにブレーキ無意識のうちにギュッと踏んじゃっててアイドリングストップがかかって、まあ、発進がちょっと遅れることがあるんで、ちょっとそうですね、軽く踏めばアイドリングストップはかからないんですけど、どうしても停止するときの癖でギュッと踏んじゃうときがあるんで、ちょっとその辺があれですね、まだまだ慣れてないんですよね。はい、そうですね、あとはまあ今ちょっと走ってるんですが、ちょっとね、AGS の話外れちゃうんですが、アルミテープチューニングを結構しっかり
かりやっていこうと思って、まあいろいろ今試し張りしてるんですが、今日ちょっとね足回り前輪の、ショック部分に、ちょっと貼ってみたんです。そうすると、ちょっとびっくりするような変化がありまして、今そうですね、実はちょっとそのゴルフの打ちっぱなしに行こうと思って走ってるんですが、ゴルフクラブ、ゴルフバッグをちょっと重いものを積むとどうしても、イオンがカタ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 してたんですが、それがちょっとなくなったのがびっくりなんですよね。今までちょっと重いものを積んで走るのが嫌だったんですが、全然、普通に乗ってるのと変わらない状態に戻って、ちょっとこれは嬉しいですね。すぐ先レベル3一時停止取り締まりエリアですよ。なんでそうですね、またその車の外観とか内部もちょっといろいろ紹介した動画を作りたいとは思ってるんですが、ちょっと今なかなかいいスペースが見つからなくて、家の前で撮るのもなんかな、ちょっと一人でブツブツブツと寝てるの周りの人に見られるのも嫌なんで、もうちょっとそうですね、場所が見つかるまでお待ちくださいということで、はい、今日はこの辺ちょっと短いんですが失礼させていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。